基幹産業の元っていうのは米、和気町は米が主産でした。最近になりましてね、畜産も盛んになってまいりましたし、あとは施設野菜、いわゆるハウス野菜が主力で、ほうれん草、小ネギ、それから水菜等々ですね、栽培していますね。作付け石割ってから放射能の問題が出てまいりましたので、稲等々に、あるいは作物等々については収穫した後食材として活用できるのかどうなのか、それは心配でしたね。たまたま秋に米の分については不検出、震災を契機といたしまして、復興まちづくりマスタープランという3月に作ったそのプランなんですけど、その中には農業再生、あるいはその大きな健康ですね、体の健康、気持ちの健康、それから地域の健康、家庭の健康、あるいは産業面での健康という、町全体が健康になるための施策づくりを実践していこうということで、今年取り組んだわけでありますけれども、災害を契機とした災害協定等々も含めた新たなそのつながりといいますか、絆といいますか、そういうものを深めていくような状況になるのか。たまたま和気町に温泉施設があるんですけれども、沿岸被災地の方々呼んできてもらってですね、わざわざありますから来てください、あるいはバスでもよろしいですか、無料で入浴させた経緯がございます。和気町も災害公営住宅、国の支援を受けて来年から建設が始まる段取りをしていますので、ぜひですね、和気町を訪ねてきていただいて、住みたい町に見ていただければいいのかなと思いますね。この震災を機に、特に再生可能エネルギーという、そういう姿が出てまいりましたので、ね、和気町は山、裾野がありますので、ぜひそういうところを、ね、活用して産業を起こし、新たな町を形成するための一つのきっかけになればというような思いでいるんです。和気町は歴史と自然に恵まれた町であります。今からおよそ1264年ほど前に日本で初めて金が採れた町ということで今アピールしていますし、その採れた金が奈良東大寺大仏殿に土金として献上した姿があります。そういった面で町民こぞってですね、歴史を思い出し、そしてまたこれを乗り越えるための大きな一つの礎としまして、これからも歴史を大事にしながら頑張っていかなければならない、若い方々には特に時代に引き継ぐべく、我々指針を明らかにしましてですね、頑張っていただけるような姿づくりをこれからやっていきたいなというふうに考えております。